エルジェスサン冬のアナトリア高原、アナトリア高原は、トルコの国土の大半を占める盆地上の高原。標高800から1200メートル。高原の北西部に首都のアンカラがある。トルコ語ではアナドルと呼ばれる。トゥズコなどの塩湖やステップ、砂地などが多い。牧畜が盛んで、小麦、ひまわり、ぶどう、天才、タバコなどが栽培されている。 年光水量は200から400ミリメートルで乾燥地帯が広がり、冬は寒さが厳しくなる。ただし、西海岸地域は西岸海洋性気候に属する。カッパドキアはこの高原の火山によってできた大地である。世界遺産に登録されたハット社などの遺跡もある。アナトリアンプラトープラトー、ターキー。エンサイクロペディア・ブリタニカ。2021年3月13日。 閲覧。アナトリアンプラトジオグラフィーネーム。2021年3月13日閲覧。アナトリア高原。アナトリア高原。アジテン。学研キッズネット。2021年3月13日閲覧。日本大百科全書。アナトリア高原とは。コトバンク。2021年3月13日閲覧。アンカラアジテン。学研キッズネット。 2021年3月13日閲覧。アナトリアとは文明の発祥地である小アジアの歴史や遺跡トルコ旅行トルコツアー、観光なら安心のターキッシュエアトラベルにお任せ。トルコ旅行に行きたい、トルコツアーに参加したい、トルコ観光を満喫したいなら、ターキッシュエアトラベル。2021年3月13日閲覧。ありがとうございます。